最初の、デビューの曲を最後にやろうと思うんですけど、実はですね、これもともと俺が歌詞を書く予定じゃなくてですね、最初はこう外注で作詞家に全部頼むっていう。で、まあ、今でもそうなんですけど、当時こうタイアップもうタイアップタイアップで、もうというか量産しようみたいな。で、たまたまその作詞家の人が歌詞が間に合わなくて、タイアップに出すのに、でお前ちょっと借りねえから書けとプロデューサーに言われて、まあ、別にいいですよって書いて次の日に持って行って、そしたら、お前歌詞書けんだねいや俺書けるって言って資料渡しますねって言ったら、だってアマチュアとか見ないじゃんって言われて、確かにそうなんですよね、アマチュアな、よくないからアマチュアなわけで。で急に、おい瀬野歌詞書けるから全部外注ストップしようって言われて、でもうその時点でもレコーディングがスタートしてる、だいぶ進んでて、で瀬野さん来週までに歌詞書いてくれよって言われて、で何曲書くんですかって聞いたら、14って言われて、笑うでしょ、本当だからね。で14で、その時に、まあ、ちょっとその前の俺別の事務所に行っていろいろ業界の裏側は知ってたので、これでできませんって言って、万が一外注になってなると、多分それでちょっとでも売れちゃうと、もうそのコンビは崩さないんですよね。もうこれできませんって言えないなってなって、あ、いいっすよって。で、そう、じゃあ来週までね。で、レコーディング中だったんですけど、もう俺初めてのレコーディングで、僕、わけが分かんない状態なんですけど、とりあえずはったりかまして、じゃあ俺も歌詞書きたいんで、今日いいっすかって言ったら、もういいよ、もう帰っても歌詞書いてって言われて、帰る途中で薬局で、今もないですね、タウロポン。タウロポンって分かります？今で言うミンミンで、強力ミンミンダハンみたいな、あれとユンケルの 2,3,000 円のやつをダースで何箱か買って冷蔵庫に入れて、それを飲み続けて本当に6日間一睡もせずみたいな、重力が帰ってくるんですね。で最初の頃はこう眠くなってこう飲むと、まあ 3,4 時間は起きてないですよね。後半は例えば眠気覚ましとユンケルって飲むじゃないですか、よしもう1本みたいな、もう 2,3 分しか持たないみたいな。で、まあ、それで書いちゃったせいでですね、瀬野は歌詞書くの早いぞって、別に早いわけじゃないですよってその後のペースで全部それで進んでですね、本当にもう明日までとか、変な話でひどい方は夜までで、まあ、その後にまあ、ちょっと作家業をちょっとやったことがあって、まあ、その時はもう超楽勝で、どんなに時間がないっつっても明日までなんで、明日までできますか、全然いいっすよみたいなんで、あそこで鍛えられてよかったんですけど、そんなね、なんとも言えずで、今から思うと頑張って作ったんだなと思うんですけど、まあ、後々こう途中で自分で何かが違うなと思い始めたのも、俺物作ってんのかな、それとも商品作ってんのかなっていう、今だとそのバランスはよくわかるんですけど、当時はまだ20ちょっとぐらいでちょっとチヤホヤされていい気になってた時もあって、で一丁前にこうアーティスト気取りで、今はとても俺自分のことは恥ずかしくてアーティストとは言えないんですけど、まあ、言ってくれる人はいるのは ありがたいですけど、アーティストってもっとすげえだろうなと思うんで、なんですけど、当時は俺は物作って表現したいんだよ、作品を作りたい、商品作りたいんじゃないっていうふうに気分変わっていって、いい意味でも悪い意味でもこの曲が最初の、曲です。この曲がなかったら、今こうやってみんなとこうやってくだらないこと言ってわははって言えないので、この曲はいろんな意味で大切な曲になってますね。じゃあその曲を聴きます。壊れた心の鍵を直して素直に飛び込めたなら
乾いた道路の上に落とした、くすんだ色のメロディー、鏡の一番奥に映った小さな赤い傷跡、大きな扉の中に隠したくすんだ色のメロディ、君の瞳の中から明日が滑り落ちてく、同じ場所にはもう戻れない、前を向いて愛せない、二人の時で止まる、何も言えずにただつもりだ、そこへ壊れた心の鍵を直して素直に飛び込めたら、乾いた道路の上に落とした、くすんだ色のメロディ、君の瞳の中から明日が滑り落ちてく、光と影の狭間で止まろう、愛を語る言葉はまだ忘れちゃいないさ、輝きなくすページをめくる、 So crying heart、 人混みの中でこぼれ落ちた涙に抱きしめられないけど、お前が愛しい、クラクションの思い出、最後のセリフ書き消されてく、壊れた心の鍵を直して、素直に飛び込めたなら、乾いた道路の上に落とした、くすんだ色のメロディ、君の瞳の中から明日が滑り落ちてく、同じ場所にはもう戻れない、前を向いて愛せない、二人の時で止まる、何も言えずにただうつむいて、君の瞳の中から明日が滑り落ちてく、光と影の狭間で戸惑う、前を向いて愛せない、二人の時が止まる、何も言えずにただうつむいた、終わらせる Love you、ありがとうございます。